はい、ワード2。いやー、ボロボロに負けましたよ。つえーがちっち。めちゃめちゃ強かったよな。いや、お疲れ。いやね、タイムシフト見たけど、全然臨場感やっぱ違うな。なんかね、殴られてんの、本当はめちゃめちゃ痛いのにって思って、なんか、すごいゆっくり動いてるんだけど、手加減してもらってるんだけどさ、うん。最近何本動画見た？あ、銀猫さんワード2、いつもありがとう。いちか応援してくれてありがとう。ワード2、すごい響いたよ。頑張ってるから頑張れって言わないって。後でタイムシフトでコメント読んで感動した。ありがとう。ワード2みんな。いや、疲れた、マジで。しまってね。おー、花火ありがとうございます。今日はもう行かなきゃ。うん。おー、仕事かな？うん、ありがとう。銀猫さんありがとう。お疲れ。いや、情けないぐらい弱かったな、俺。パフェあり、おー、パフェここありがとう。ありがとうございます。いつもありがとう、銀猫さん。よくしてくれて。ありがとね。今日半袖じゃないね、今日は。いや、汗かいたから、そのまま脱いじゃってさ。うん。はい、ワード2、ゴンダさんいらっしゃい。心ないコメントもたくさんあったけど、応援してくれる人もたくさんいて嬉しかったよ。いや、いや、生怖えぞ。もうね、何打ってもね、効かねえや、そんなのって顔してんの。おい。聞かねえよって。動かないんだもん。ああ、大阪先輩どうもどうも。今度ガチの練習しましょう。もしよかったら日曜日やりますけど、いらっしゃいますか？日曜日やります、もう一回。ガチッチ来るかわかんないけど、タイガー来るかわかんないけど、ドレさんとまた日曜日やるんで、来ます？ごめんなさいね。俺、今日はさ、カメラマンの人がいたから、コメント読めなかったのよ。いや、怖いよ。さすがね、喧嘩無敗の男だよ。いや、ひどかったね。練習したことが全然できてなかった。頑張ってる人に頑張れわって思ったのね。いや、ありがとう。すげえ嬉しいよ。なんか気遣いが。日曜日、来れます？もしよかったら詳細、もしいらっしゃるのであれば詳細 LINE で送るんで。ドレさんはちゃんと練習、なんか、真面目にやる人とか、習いたい人とか、素人の人でも全然ウェルカムだよって、都内の人って言ってたんで。みんなで一緒にやろうって言ってた。うん。いい人だよね。いや、悔しかったな、ほんと。何より、でけえ。ガチッチ、でかい。怖え。まあ、なんか、やってるときはね、ビビって逃げてるとかそういうのはね、本当にないんだけど、どっから攻めていいかわかんないんだよね。和道さんがタイガーさんに右ストレートだ。ごめん。ごめんね。ちょっと自分の声が入っちゃって。ああ、ガチッチお疲れ。超怖かったよ。強いね、やっぱ。カクカクしてるかな。うん。タイガーさんに右ストレート全然覚えてないんだよね。記憶は全くない。映像止まる？重たいのかな？どう？みんな映像。強いわ。なんか小手半がみんなタイガーって。
タイガーになった。ドレさんがタイガーって呼んでるから。映像大丈夫かな？映像来てる？なんかこっちのモニターだと止まるんだよね。大丈夫かな？映像カクつく？サーバー外れ引いた？ビットレートが合ってないのかな？どうみんな？映像。記憶がないのちょっと、検査した方がいいんじゃない？いや、違うんだよね。アドレナリンでね、出ちゃうの。だからね、覚えてないんだよ、喧嘩とか。あんなにヘタレだけど。うん、あとね、記憶がないっていうかね、もう夢中になってると分かんなくなるの。まあそれ昔からだから、子供の頃からだから、過集中って言うんだけど、周りの声がね、聞こえなくなったりとかね、わかんなくなっちゃうの。映像止まる？ガチッチ強いよね。みんなタイガータイガーって言ってファン増えてたもんね。笑ったよ、ほんとに。いやー、強いよ、でかいし。どう？映像。どう？みんな。映像来てる？携帯電話チェックしようか。大丈夫？俺の方だけなのかな？映像止まってんの。おい、ワード2。おちんちんさんいらっしゃい。いやー、首がガキ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 になった。バキバキバキってなんの？パンチ当たった瞬間。バキバキって。多分明日ムチ打ちになるよ、これ。ほんと格闘家目指したらいいとこ行くだろうね。もうドルさんも言ってたよ。いや、彼は格闘技やった方がよ、いいんじゃないのっつって。いや、ほんとセンスあると思うよって言って。でも、ガチッチが、その、格闘技とかにあんまり興味がない。そうなんだよねって言ってた。いけてる？大丈夫？よかった。首いってーよー。なんか小づかれて倒れたみたいに見えるね、やっぱりね。だからプロの人が思いっきりバチコーンって当ててんのってあれすごい衝撃なんだろうね。なんか自分の動画見て情けなくなったもん、また。こんなさ、優しく手加減してもらってるのでさ、バチーンってな、いって、バチーンってなるわけだから。あのね、話していいのかな？正義の味方話していい？この正義の味方っていうコメントがタイガーなんだけど、正義の味方の過去のエピソード話していいのかな？話していいんだったら話すけど。配信難しいよ。格闘技は未経験なんだけど、あ、ほら、だからその、何？格闘技は未経験なんだけど、その、若い時どういうことをやってたかみたいなのを語っていいのかなと思って。ほら、プライバシーを勝手に言うの嫌だから、配信外で聞いてることじゃん。それ話していいの？ここで。うん。オッケー。あのね、ガチッチは結構壮絶な、ドラマがあって、10代の頃に親に捨てられたらしいんですよ。親にこう見捨てられてネグレストっていうのかな。その家から追い出されちゃって、で放置されちゃって、喧嘩で整形数年間経ってたの。で、一回も負けたことないんだって。だから、喧嘩師、元。本当の。元喧嘩師で、その、喧嘩で、整形立ってた人なんですよ。覚えてる？ここに放送にコラボで来てくれたの。そう。だから強いのよ。だからドレさんも、なんかやってたって言ってたのはそこなの。だから喧嘩慣れが半端じゃない。ストリートファイターか。喧嘩だろう、それ。まあね、でもね、誰から構わず言ってたわけじゃないもんね。全財産かけて戦おうぜってやってたんだもんね。すごいよね。
経歴が。うん。歯が立たない。いや、でも圧がすごいよ、やっぱり。うん。お疲れ様です。運営さんいらっしゃい。ラオウさんいらっしゃい。病室？お疲れー。うん。楽しんでってください。いや、首は痛いし、あとドレさんにね、陰嚢を蹴られたところがマジで腫れてていて、すごいでしょ？だからドレさんも言ってた、それさーって、本とか書いたら売れるよって言って、すごい人生なんだよ。そう。だから、その強いのは本人は分かってるんだけど、その俺強いアピールみたいなのが嫌いなんだよ、ガジェッチは。で、なんかこう、心優しき、なんていうのかな。なんか釣りの道具作ったりとか、あと絵を描いたりするのが好きなの。ああ、そっか。なるほど、そういうことか。生計を立てるためにビジネスでやってたから、喧嘩ではないか。あ、確かにな、言われてみたらそうだね。うん。怒ってるわけじゃないもんね。誠意がなくてやりたくないって言ったやつは返すし、ってことだもんね。要は、生計立てるために全財産かけて戦おうぜって、ストリートファイターか。竜とか剣みたいなことやってるわけか。まあそうだよね。言われてみたら確かに喧嘩ではないか。だからビジネスファイターだもんね。うん、確かにね、言われてみたら喧嘩って感情のぶつかり合いだもんね。ガチッチはね、なんかね、そういうなんか、理不尽なことでオラつくタイプじゃないんだよ。そう。確かに言われてみたらそうだわ。うん。職業ストリートファイターのやつ日本にいるんだって思う。すごいよね。ワードをスタミナつけたら変わるから、走って息が上がるから怖くなるんだよ。冷静に判断できなくなる。なんかね、俺もそう映ってるんだろうなって、ドレさんにも指摘されたんだけど、怖いんじゃなくて、何をしたらいいのかわからないっていうのがね、あれなんだよ。もちろんパンチは痛いし、ガチッチは怖いのは怖いの。だけど、そのね、体がね、縮こまっちゃったり、避けたりするのは別にね、その、ビビってるとかの怖さじゃないんだよ。なんかね、ガチッチがドシッと構えて、何やっても効かないから、何したらいいのかわかんないっていうのが、俺の、あれ？シャドウとかもやってるんだけど、全然できてなかったじゃん。だから、その、今日、ミットも当てたことないから、どの距離で当たるとかもわかんないし、ロー蹴るっていうのは理屈でわかってんだけどね、なんかね、その、どう体を動かしたらいいのかわかんないっていうのが正直なところ。横浜はほぼ日本じゃない。ああ、まあ、土地柄そうだよね、やっぱね。横浜気合入ってるってね、有名だもんね。気合入ってるっていうか、まあ特殊な土地だよね。うん。これ、いや、だから、ガチイチ、ふわっちでやった方がいいんじゃないとか話したけど、そのニコ生の、その絵を描く人たちの集まり。走るよりスパーの慣れと抜きどころだよ。フォワードさん大丈夫。いやーね、ちょっとね、びっくりしたよね。ひどさに。タイムシフト見てゾッとしたよ。あ、それでね、ちょっと靴がボロボロになってきて、もうあれ、その生活保護の最初に買った靴だったの。ほら、いつも履いてる革靴はもう10年履いてる革靴でしょ？で、生活保護の時に買ったから4年ぐらい履いてる靴だから、ちょっとね、なんだ、これで道具とか買ってって言って支援されたお金で靴買ってきました。グローブとかさ、キックのレガースとか、いろんなその練習に使う道具は買っていいよっていう風に言って支援いただいてるんですよ。それで、ちょっとかっこいい靴、スニーカーなんだけど普通の。あんまりお金かけたらダメだと思って。スニーカー買ってきました。ちょっとこれで練習したいと思います。ありがとうございます。これガキの頃から履いてる、コンバースですね。これを買いました。はい。練習用の靴で。今ね、使ってた靴はもう今洗濯してる。うん。かっこいいでしょ？これかっこよくない？いいでしょ？これ見つけた。あ、これがいいと思って。でも呼吸を合わせられるようになったら目線変わるぜ。つまんないかもしれないけど、走ってスタミナつけたらどうだろう。走ってるよ、俺、練習で。走ってる、走ってる。うん。走ってるよ。今日は日曜日の日はドレさん。だって、あれだよ、ドレさんが来るまでマラソンとストレッチやってるよ、これ。
ただ、まあ、スタミナないのはね、スタミナないんだよね。うん。でもね、走り込みほんと大事だと思った。あのね、足腰がね、強くないとダメだわ、やっぱ。パンチ打つの。いいでしょ?これ。オールスターの真っ赤なやつ。これにした。おなつさんはだつ。これ初めて見るやつだなと思って。全部真っ赤なの。赤以外使ってなくて。あ、かっこいいと思って。ありがとう、ビッグさん。当日試合来んの?知ってる?みんな。あの会場チケット売り切れになったの。すごくない?和道リスナー何人か来るって言ってチケット買う人たちがいたんだけど、チケット手に入らなかったって言ってたよ。こんなに売れると思ってなかったでしょ、みんな。俺ね、もっと、あの、満席にはなると思ってたけど、まさか1分で完売するとは思わなかった。あとは、だからローソンで買うしかないんだってよ。誰か来んの?この中で。かわいいでしょ、これ。うん。これを練習用のシューズに買いました。明日からこれで走り込みます。まだ硬いけどね。新品だから。あ、めくらさん来るんだ。チケットに入ったの?いや、もうコンバース履き慣れてるから、これでいいやと思って。コンバース安いし。でも税込みで7000円ぐらいしちゃったけどね。うん。あと、スポーツ保険にも入らないといけないし。お前のリスナー少ないだろう。お前のリスナー少ないかどうかの話なんかしてなくない?なんなのお前。もう見に来なくていいよ。なんなのこのまこっちゃんっていう人。失礼でしょ。うん。捨て頃のポスター、和道さんすごいいい位置だったね。あ、まだ見てないわ。うん。真っ赤のコンバースいいよね。これいいでしょ。気に入った。赤好きだから、あ、これいいなと思って。で、コンバースも結構好きな柄だから、コンバースずっと履いてたの、ガキの頃から。うん。これで練習しようと思って。便所太郎さんがすごい気使ってくれたんじゃない?ポスターの位置。どの辺の位置だったんだろう。やっぱそういうなんか配置みたいなのは難しいんだと思うよ。チケット売ったりとかさ、あの、工業的に考えていろいろ。側面から紐までソールまで真っ赤。全部だよ。もうほんとこの鉄の部分っていうか、そう、紐通す部分も真っ赤だし。全部赤。赤以外の部分がない。コンバースってこれさ、もともとバッシュだったんだよね。その、バスケットシューズらしいよ。弟がバスケットマンで、コンバースのこれってもともとバッシュなんだよって。その、まだ機能ができてなくて、エアクッションとか、なかった頃にバスケットシューズとして開発されたって教えてくれたよ。古い。今、バスケットマンでこれ履いてる人いないけど。ニコ生もダメ、キャスに映っても閲覧ダメ、フワッチもこれ、ニコ生の時は全盛期あったけど、お前の配信天井見えてるぞ。お前に言われたくない?お前俺のこと応援する気ないだろ?別に俺さ、なんつうの、俺のこと嫌いな人にさ、放送見てもらいたいとかお願いしたこともないし、別にお前と関わるつもりないのよ。で、なんでさ、お前にさ、そんなこと言われないといけないの?意味がわかんないんだけど。マジで放送の邪魔なんだけど。人のこととやかく言う前に自分の人生どうにかしろよ、うん。お前に何かとやかく言われるような生き方してないよ、俺。女子のバスケ部みんなコンバースだった。これオールスターだった?へぇー。かわいいよね、オールスター。昔はハイカットって言ってさ、あの、上まで伸びてるやつが好きだったの。だけどね、ローカットがいいなと思って、ローカット買ってみた。なんで昔ハイカット好きだったんだろう。コンバースで運動とかめっちゃ筋肉つきそう。そうだね。走り込みとかしないといけないし。まあ、スニーカーだよね、普通の。うん。まあ、履き慣れてる方がいいなと思ったから、これで行こうと思って。なんか、
懐かしい。好きなアイテムだし。ハイカット？ほーん。ハイカットのコンバースなんだ。コンバースのハイカットは脱ぎ履き。あ、そうだね。ちょっとね、脱ぎ履きめんどくさいよね。でもね、洗いやすいんだよ、コンバース。布だからさ。スニーカー、洗うじゃん。半年に一回ぐらい。靴底浅い？靴底、まあ普通だよ。うん。あの、クッション性はあんまりない感じ。うん。浅いね、すごく。で、履き込んでいくと柔らかくなっていくようなゴムのタイプだね。まあ、こんな感じかな。俺の子供ダウン症なんだよ。お前は子供ダウン症だからって捨てたんだろう。そう思われても仕方ないよな。どうだ。お前の子供がダウン症だから何なの？関係ないでしょ。うん。で、俺の子供がダウン症とかどうかも関係ないでしょ、お前には。何なの？意味がわかんないんだけど。どういうこと？うん。意味がわかんないんだけど、マジで。お前の子供がダウン症かどうかなんか知らねえよ。はっきり言って。で、俺の子供のことなんか関係ねえだろ、お前には。うん。てめえの人生のことぐらい、てめえで蹴りつけろよ。てめえの人生に納得いかないからって人に八つ当たりすんなよ。子供捨てたよ？だから何なの？お前には関係ないでしょ？お前その子供でも何でもねえじゃん。もう迷惑なんだって。そういうリスナーいらないから。応援する気がないんだったらさ、どっか行きなよ。俺人の足引っ張るやつ大嫌いなんだよ。コンバース安いよ。リーズナブル、すごく。何ダウン症かどうかって、バカなんじゃないの。そういうの差別意識があるんだって。俺別にダウン症だったからなんだかんだとか関係ないから。レクサスのトップの画面は相手にしなくていい。本当に頭おかしいよね。いや、こういうやつ許せないんだよね、本当に。お、ブロリーさんいらっしゃい。ファイナルフラッシュありがとう。ちょっとデザイン変わってるな。だから俺の子供がダウン症かどうかなんかお前には関係ないだろっつってんの。それお前の思い込みでしょ。本当にね、ダウン症で、子育てを大変な人たちに対する侮辱だよ、そういうこと言ってんの。もうやめた方がいいよ。俺、お前みたいな人間大嫌いなんだわ。ほんと、死んだ方がいいよ。初見さんいらっしゃい。田中さんいらっしゃい。あのさ、障害をさ、持ってさ、それを育ててるのが大変な親っていっぱいいるんだよ、世の中に。それでも頑張ってる人いっぱいいるんだよ。お前みたいにそうやってネタでね、言うために嘘つくような人間と違うんだよ。自分のこと恥じろ、もっと。障害者に対する侮辱だよ。うん。不快だよね、本当に。クズだよ、こういうやつ。クズ。クズ野郎だよ、本当に。本当に不快だよね。こういう人間がいるからダメなんだよ。バカなんじゃないの、本当に。人の子供がダウン症かどうかとかさ、言うか、普通。うん。クソだよね、本当に。失礼だよね、初対面で。俺ね、差別する人間とか、大っ嫌いなの。ね、不快だね、本当に。
本当に深い。俺、差別主義者とか大嫌いだから。本当に。こういうコメばっかしてる人って自分がうまくいってない人が多いよね。そりゃそうでしょ。成功できるわけないじゃん。こんな差別ばっかりしてる人間に。だから自分の人生がうまくいかないから人のこと引きずり下ろそうしか考えてないのよ。初見さん、はい、アーメンパーツいらないです。いりません、君たちは。ニコ生に帰ってください。さよなら。応援する気のない人はフォロワーさんでいりません。フォローしなくて結構です。お前らが言いたいことある、言いたいことがあるんだったら、勝手にね、勝手に自分で放送枠開いて勝手にやってください。君たちのうさばらしのために俺は放送やってるわけじゃないのよ。今日は香ばしいやつが多いの。何なんだろうね。なんか荒れてる。アホが多いんだよ、ほんと。どうせあれでしょ？なんか暇なんでしょ？やることないんだよ。あ、南野太陽さん、お久しぶりです。いらっしゃい。なんかさ、郷にいれば郷にいれば郷に従えじゃないけどさ、何でもインターネットって俺何でも言っていい場所だと思ってないんだよ。ブロリー、ありがとう。アイテム、そうそうそう、最底辺のひがみっていうか、俺は自分の人生しか変えられないと思ってて、世の中にはさ、それ能力に恵まれない人とかもいっぱいいるし、その、努力したから結果が出るとは限らないけれども、自分の人生を変えることができる権利があるのは俺は自分だけだと思ってるの。自分の人生切り開くことはできるのは自分だけだと思ってるのよ。で、人様が他人の人生にとやかく言う権利なんて一つもないんだよ。初めての光景でドキドキしてしまった。何が？でしょ？だから人に何かを言う資格がある人間なんていないの。もしあるとするなら、その子を育ててる親とか食わせてる親だけだと思ってるのね。で、俺は別にこのアンチの人からお金をもらったことも一回もないし、別にその人たちから生計を立ててるわけでも何でもないのよ。で、そのなんつうの？なんでさ、その人たちを付き合わないといけないかって言ったらさ、そんな理由一つもないじゃん。別に。だからさ、泥棒だと思ってんの、俺は。勝手に見に来て、勝手に言いたいこと言って、フォローもしない、応援もしない。で、足を引っ張るだけ。で、アイテムすらしないでしょ？付き合ってくんないよ。俺にはメリット一つもないんだもん。でしょ？他人に説教できるのは神とか、その領域でしかないね。いや、説教できる人間なんて本当に権利があるのは親ぐらいだと思ってるよ。その人を食わせてる人たちっていうかさ、だってさ、親はさ、自分の給料を使ってさ、その、なんつうの？
食わせてるんだからさ、真面目に勉強しろとか言ってもいいと思うんだよ、別に。だって食わせてるんだもん。でも俺別にさ、さっきのさ、コメント数人からさ、なんか言われるような生き方してないからね。うん。バカありがとう。なんでそんな奴らにとやかく言われないといけないんだよな。くだらねえ。ましてやさ、そのダウン症がどうこうとかっていうのは絶対言っちゃダメだと思うよ。そのダウン症で苦しんでいる本人とか親御さんの気持ちを考えたら、俺はあんな無責任な発言は絶対できないね。正直、障害で苦しんでる人たちを見てきてるからさ、本当にみんな一生懸命生きてるんだよ。本当に一生懸命生きてるから、そういうのをバカにする人間っていうのは俺は嫌いだ。関わりたいとも喋りたいとも思わないよ。はい、初見さんいらっしゃい。ショコさん楽しんでて。和道です。おい、トッコさんいらっしゃい。やっと来れた？タイミング合わなかったのかな？今日はね、ボクシングの練習、キックボクシングの練習してきましたよ。大変だったわ。疲れたわ。ボッコボコにされましたね。7回ぐらいダウンしちゃったよ。恥ずかしいことに。友達でもいじっていいところと本当にいじっちゃダメなところある。ていうかね、人として言っていいことと悪いことのレベルだと思う、今のは。友達とか友達じゃないっていうか、友達ですらないじゃん。そんなさ、名前も知らない奴にお前の子供ダウン症だろうとか言うのは、俺の子供がダウン症かどうかは別として、言っていいことと悪いことの判断ができない人だから、クズだよ。田中さん本当同意見。そう思うよね。クズだよ。うん。だし、もし仮にだよ。俺は子供いないんだけど、俺のつながってる人に障害を持ってる人がいたとしよう。でさ、ね、俺の血のつながってる人に障害を持ってる人がいて、ね、お前の誰々、障害者だろうって言われて、何の関係があるんだって話じゃん。じゃあお前が面倒見るのかって。見れねえだろって。クソダサいよ、本当に。バカにしてるよね。ほんと怒りが湧き立つわ。そういうの。だから俺はね、痛みを知らない人間は嫌いなの。人に優しくできないから。苦労してない人間も嫌いなの。みんな一生懸命生きて、みんな一生懸命苦しんでこの世の中で生きてるんだよ。頑張ってるんだよ。俺は弱くても頑張ってる人間が好きだよ。情けなくても頑張ろうとしてる人間が好きだよ。そうじゃない価値観の人とは俺はつるむ気ないよ。人と同じ日本人として恥ずかしい。本当にネットの社会はブラックな発言がつきもんだよね。
まあ別にだから好きなことを言っていいんだろうけど、俺は批判はするよ。ブラックな発言はあるけれども、俺は批判はするよ。それは人間として最低な発言だと思うよって。それが言論の自由でしょ。紙一重さん、初見さんいらっしゃい。紙一重さん初見じゃないと思うけどな。靴できた。紐できた。かっこよくないこれ。できた。似合う。似合う。よいしょ。何言ってもいいんだけど、別に言って犯罪になることは犯罪だと思うよ。まあね。俺もそう思う。言いたいことがあるんだったら、本当に言うべきことが社会にあるんだったら、生主やって堂々と言ってるもん、みんな。ね。みんなに伝えなきゃいけないことがあるんだって言ってさ、顔さらしてさ、本名さらしてやってるでしょ。まあ、匿名じゃないと何も言えないんだろうね。ダウン症、障害者とか、そういう言葉があるのもうまく言えないけど、なんか思う。ダウン症に限らずだと思うよ。それは、別に。子供じゃないんだから。ダメなところはダメって言わないと。だってさ、これを見てると、ねえ、人の中でさ、障害を抱えて苦しんでる人っていっぱいいると思うよ。俺はその人たちのことをバカにするのは許せないから。黒と赤はね、相性いいんだよね。俺はね、黒と赤と白が好き。配色は。久しぶり。今日の話題は何の話？なんかさ、変な嵐が来て、なんかお前の子供障害者だろみたいなこと言われて、お前に何の関係があるんだっていう話をして。そう。いや、クズ発言すぎるだろうと思って。で、ブロックした。で、みんな、もう見てるみんなが不愉快だ、不愉快だっつって、いきなり来てそれはねえだろうっていう話をしてなお。そう。障害で苦しんでる人なんか5万といるわけだから。赤黒白の配色はいいよね。レールから外れた人間に対して日本は特に厳しいから。ああ、まあまあ、それはそれで俺は指摘は受け取るよ。例えば生活保護のことに対しても、俺はちゃんと議論してきたし、その障害者のこともカミングアウトしてきたし、自分のことだったらいいんだよ。自分のことだったらいくらでも言えるんだけど、ね、俺の子供であったりとか、俺の取り巻きの人とかに対して俺に言うのは間違ってるんじゃないのって。本人に言えるのってそれをって。ダウン症の人に言え、おめえダウン症だろうって言えないでしょ。それ差別なの。もし仮に言ったとしても。だからネットだからってそういうことを言っていいとは思わないよ。おかしいでしょ。本当に嫌い、俺も。人間じゃないと思ってるよ。俺は苦しくても頑張ってる人間が好きだよ。不条理と戦ってる人間が好き。そうそう。いろんな人がいて、いろんな苦しみがあって、いろんな価値観があって、それを分かち合わないといけないわけじゃん。あ、そうなんだって、手伝えることあるって。そう。余裕がある人はね。みんな自分のことで精一杯なわけじゃん。そう。そのね、人の腹探すようなね、どこの大層な人間なんだって。もう顔見てみたいよ。じゃあお前ダウン症の人たちを、ね、基金とかしてるのかって。その施設とかで面倒見てるのかって言ったら絶対やってないと思うよ。最低な人間だよ、本当に。俺はね、親御さんとはね、縁切ってるんです。だから、天涯孤独です。まあ、その分ね、自由に生きさせてもらってるから、そこでは負けちゃいけないなと思ってるけど。お、茶まじろういらっしゃい。風船ありがとう、わたつ。風船ありがとうね。親と喧嘩したわけじゃないけどね。親父は、もう小学2年生だから7歳ぐらいの時はもう親父は離婚して、
別々に住むようになってたし、母親にはずっと虐待されてたの、俺。だからもう物心ついてから、もう家、16から家出てたかな？一人暮らししてたから、もうなんか自然消滅だね、家族とは。だって親が再婚したの知らなかったんだもん、俺。それくらいね、あんまり家族っていうものが、あんまりない、普通の家庭ではないかもしんない。家族観に関しては。だから普通のお父さんがいてお母さんがいてっていう家庭は憧れるよ。いいなぁ、羨ましいなぁって思う。それがやっぱ一番幸せじゃん。家族で一緒にご飯食べてって。そう。だからね、なんか、まあ、俺はさ、普通にバイトとかしてさ、別にあれだったけど、俺はガチッチの生き方とかすごいなと思うんだよ。虐待虐待。母親が精神病になっちゃったんだよ。で、今考えたら精神病になっちゃったんだよ。で、発狂してたりとか、もう、例えば、子供の頃の母親の記憶って、もう寝てる時にこう踏みつけられたりとか、馬乗りになってぶん殴られたりとか発狂しながら、で、5分間ぐらい経つと、何事もなかったようにスーって帰ったりとか、あと、雪が降ってる冬の日に、親父が帰ってくるまで、お父さんが帰ってくるまで、外に出てなさいって言って、丸一日夜中放置されたりとか、あとね、そういうね、殴られたりとか、放置されたりとかっていうのはあんまり、なんでだろうとか、なんで怒られたんだろうっていう感覚で、なんでだろうっていうのが強かったんだけど、辛かったのは、お母さんがね、ずっと泣いてるんだよ。電話越しに。それはもうきついよ。繋がってない電話に、もう電話回線切ってるんだよ。で、繋がってない電話にずっと誰かに向かって喋ってて、頭おかしくなっちゃったのよ。そう。で、ずっと泣きわめいてて、あと18時間ぐらい汚いって言って体でシャワー浴びて肌ボロボロになってたの。頭おかしくなって、汚いっつってボリボリずっとシャワー浴びながら、もう体かいてたりとか、もう壊れてく、母親がぶっ壊れてんの分かってたから、子供の時に。ああ、なんかすごい、それはショックだったね。トラウマですね。こんばんは、みやさん。窓、女性に優しいからな。そうかな？きついよ、結構。親のね、泣いてるところはきついよ。本当にきついよ。まあ、今はね、再婚して幸せになってればそれでいいと思ってるけど。離婚してお母さんおかしくなったんだよ。そう、浮気だったんだよ。離婚の原因が親父の。新しい家庭ができて、っつって。お母さん、離婚が原因ね。そう、お父さんが浮気をして、で、新しい彼女ができて、まあ、経緯を話すと、ある日、突然、すごい仲のいい家庭で、兄弟も、三人兄弟で、だったんだけど、ある日、母親がボロボロ泣いてて夜中に、俺夜8時には寝る家庭だったから、呼び出されたんですよ、親父とおふくろに。で、お母さんも泣きじゃくってんの。で、話があるって言って、お父さんとお母さんが座ってて、お母さんが泣いてて、俺と妹が、俺がね、小学2年生ぐらいで、妹は幼稚園生なんだよ。で、お父さん、母親が泣きながらこれを見て高光って言って渡されたのが綺麗な女の人の写真だったの。で、この女の人どう思うって泣きながら言われて母親に。俺は子供で眠かったから正直に、ああ、綺麗な女の人だねって言ったら、ブワーってまた泣き始めんのよ。わー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 騒いで発狂してて。で、何のことだかわかんなくて写真返して、で、俺、親父っ子だったの。もう、親父をリスペクトしてたし、親父が大好きで、すごいかっこいいお父さんだったから、で、お父さんっ子だったの。で、お父さんも俺のこと溺愛をしてたんだよ。で、お父さんに言われたのが、お父さんとお母さんは別れるって、離婚するって言われたけど、意味はわかんなかったの。別れるの意味はわかんないし、離婚するの意味はわかんなかったんだけど、お父さんとお母さんどっちについていきたいか選べって言われて、すごい選択でしょ？小学2年生で、真夜中に生まれて初めて起こされて、いきなり突きつけられたのがお父さんとお母さん選べって言われたの。でもよく分かってないから、俺は今考えると残酷だなって思うけど、俺はお父さんって答えたんだよ。即答したの。俺お父さんについていくよって。そしたらまたビャーって泣いたの。で、次の日からお父さんは帰ってこなかったの。で、家を出たのよ。で、俺だけ、要は裏切られた感覚なんだよ。おばあちゃんの教えで、
母親が子供を育てるもんだ。で、兄弟別々になると差別が生まれるから、母親が育てようっていう風に決まったの、法廷で。親父は裁判、俺だけの親権を、要は俺のこと溺愛してたから、俺だけ持ってきたいってやったのよ。で、それでまた母親の怒りをどん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 買っていくのよ。で、母親からすると、俺親父に顔がそっくりだから、もうそっから、もうずっと、もう頭おかしくなっちゃってるから、そっから。もうバン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 馬乗りになって、毎晩ぶん殴られんの。そう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 。離婚はダメっていうか、俺は別に離婚は、いい離婚もあると思うし、あれだから、そこはわかんない。離婚がダメとは一概には言えないけれども、なんだろう。俺はね、殴られたことよりも一番辛かったのは、だから母親が壊れてくのをずっと見てたから、もう耐えらんなかったよね、本当に。早くこの家から出たいと思ってた。だから、妹も弟もずっと優しくされて母親に育てられてたから、俺が虐待されてるのを知ってるのは俺と母親だけなんだよ。ばあちゃんも親戚も知らないの。で、今ね、なんでこうやってすっきり話せるかっていうと、俺19歳の時、初めての18歳の時か、働いた給料で母親呼び出したのよ。居酒屋に。飯をおごるから初給料で来いっつって。で、居酒屋でそれ問い詰めたの。大声で。カウンター席で。ふざけんじゃねえよっつって。もう一生お前のこと呪ってやるからなっつって。お前がやったこと、お前なかったことにしようとしてるけど、俺覚えてっかんなっつって。そしたら母親がもうその居酒屋のところで泣きながら土下座したのよ、俺に。本当に申し訳なかったっつって。もう一生私も後悔してるって。だから俺はじゃあ水に流すって言って、そっからは別にそれは何もない。そっからは何もない、本当に。母親に対する恨みとかも全部報われた。で、母親がやったことっていうその土下座は、居酒屋で土下座して本当にすまなかったって、私も後悔してるって言ったのは、かっこいいなと思ったから、俺はそこはない。ただ、その先で、なんか、俺はほら、別のところで住んでたんだけど、ある日ね、友達から電話かかってくるの。母親も結構突拍子もない母親だったから、お前の母ちゃん男と歩いてたぞって言われて、え?って言って、で、妹が中学3年生で、弟が中学1年生とかだったんだよ。で、俺、ありえねえと思って、弟と妹にバレるわけじゃん。友達から連絡かかってくるし、地元でデートしてるわけだから、そんなさ、年頃のさ、妹と弟がいるから、ね、許せねえと思って、母親また呼び出したんだよ。バカだから。おい、ふざけんなよ、つって。その、弟と妹の気持ち考えろよ、つったら、知らないのお前だけだよって言われて切られたの。すごいでしょ、知らないのお前だけだよ、つって。もう私再婚してるから、じゃあねえって言われて。すごいでしょ、だから、普通の家庭とはちょっと違うんだよ。特殊なんだよ。親父の考え方も、お袋の考え方も結構飛んでる人だから。のうのうと生きてやがる。俺はだから、問い詰めたからね。もうそれは、もう一生許さないで本当に言ってやろうと思って。殺そうとかはなかったけど。殺そうとかはなかったけど、もう本当に認めるまで返さないと思って、呼び出した俺は母親を。うん。そう。それはなんかもうずーっとこの先、こっから逃げてたら、嫌だなと思ったから、話はしようと思ってさ。うん。ただ認めなかったら本当ね、もう一生呪い殺してやろうと思ってたけど。うん。でも別にそれはない。謝ってきたし正直に認めたから。うん。だから、親父が悪いとかお袋が悪いとかっていうのは俺が口出す問題じゃないと思うの。子供だから。それは親父が離婚したとかさ、なんかいろいろあるんだと思うんだよ。男と女だから。だから俺はそれは母ちゃんと父ちゃんの問題だと思ってんの。だから俺が言うことじゃないと思ってるけど。俺と母親の問題、俺と親父の問題だと思ってる。今ね、だから、妹が子供生まれたのも知らなかったし、母方の住んでたじいちゃんが死んだのもまた聞いたし、お父さんとはそれから2年に1回とか1年に1回とか交流はあるの。メールでやり取りとか。お父さんの方はだから繋がってるのよ、俺。ただ、いろいろあって、まあ、この放送を長く知ってる人は知ってると思うけど、いろいろあって、親父の家にね、3年前住むことになったりしたんだけど、まあでも、あれだよ。ちょっとね、親父なんだけど、家庭ではないんだよ。俺は父ちゃんだと思ってるし、親父だと思ってるけど、普通で言うお父さんっていう感覚とはちょっと違う。家庭じゃないんだよ。今お父さんどうしてんの?もう普通に働いてるよ。その奥さんと結婚して、で、子供が生まれてるの。お父さんと、不倫した人?
まあ不倫っていうか、まあ好きだったんだろうね。だから、その人の間に子供いるんだよ。だから俺、腹違いの弟もう一人いるんだけど、その子が障害者なんだよ。俺、弟とも交流あって。だから、ああいう発言許せないの、本当に。最低だ、最低でしょ？俺は、だから、自分自身も障害抱えてるけど、その、身内に障害を抱えて大変な親父とか、その、親父の新しい奥さんとかの、ね、頑張ってる姿見てるから、許せないんだよ、ああいう発言が。だから怒るの。だからほっとけないの。ムカつくでしょ？うん。俺が稼ぎ出したのは、親たちを拷問のフルコースにかけるための要塞を作ろうと思ったから。でも、なんか俺はガチッチの絵描きたいとかさ、なんかその絵をさ、見せてくれたりしたじゃん。だから、なんか俺はガチッチと俺は、なんか、その、なんか笑顔になってるガチッチ好きだよ。今日ね、ガチッチ、タイガーマスクなんだけどガチッチって、この正義の味方ね、ガチッチって呼んでんの。正義の味方、さっきのタイガーマスクなんだけど、タイガーマスクは、可愛いんだよ、すごく。身体能力恵まれてるし、本当にね、格闘家になったら本当強かったと思うんだけど、そう、心が強いの、すごく。いや、だって世界チャンピオンになれるの確定してるんだったらやる意味ないじゃん、みたいな感じなのよ。そう、キャラも好きなんだけど、それを話しながら、チーズバーガーのチーズがここについてたりとか、ここについてたりするんだよ。可愛いのよ。なんでこの鼻の上にチーズバーガーのチーズがつくんだって言って笑ったんだけど、だからそれよりもなんか復讐のこと考えてるなんかよりもそういうバカっぽいさガチッチが好きだったりとか、なんかそのすっごい強いキャラなのに、すっごい強いじゃん、見ててわかるじゃん、なのに釣りのルアーとかを100個ぐらい作ってんの、手作りで。あと絵描きになりたいって言ってさ、その、今、美大目指してるとかさ、そういう夢を語ってるのが好きだから、俺らは、なんかやりたいことやって、誰かに復讐するんじゃなくて、幸せになった方がいいと思うよ。うん、生まれつき病弱、俺もずっと入院してた。可愛いでしょ？不倫ワークみたいになってるけど、それって難しいよね。俺はだから、その、不倫に関しては、俺はしないって思ってる。うん。俺はしないって決めてるのはそこなの、実は。だから、不倫してるでしょとか、浮気してるでしょって言うと、ものすごいアレルギーがあるの。なんでかっていうと、俺が過去経験して、俺がどんな行為を受けてきたかっていうのを分かってないで言われてるわけよ。のんたんに結構その、浮気してるでしょって言われるのは、疑われること自体も、すごい思い出すの、母親のこととか。なんで俺、その、母親がぶっ壊れちゃった原因なのが浮気で、ね、そんなくだらないことで俺の人生めちゃめちゃになって、で、俺ずっとそれがトラウマで苦しんできたのに、俺が浮気するわけないじゃんっていう。もう浮気するって疑われてる時点で俺は信用されてないっていうのとイコールなのよ。それが辛い、俺は。正直言うと。不倫は悪いことっていうよりも、不倫がいいか悪いかなんて、どうでもよくて、俺は、その、一番ダメなのは人の心を壊すことがダメだっていうのをよくわかってるから、うん、母親は不倫がダメかどうかじゃなくて、それは分からん、男と女だから。そう。だけど、不倫するような相手を選ぶなって思うの、俺は。だったら。信じれないんだったら付き合うべきじゃないと思ってるの。これは本音。信じれないんだったら付き合うべきじゃないよ。うん、不倫がダメじゃなくて、相手に強要することなんかできないんだから、どんな人生でも。でしょ？子供がいたって俺は、ね、離婚したんだもん。うん。親は。うん。だから、まあ、知らんと。うん。お姉ちゃんはどつ？久しぶり。だから、なんつうんだろう。不倫悪いかいいかって言ったら、わからん。それは。ただ、不倫が嫌なんだったら、俺は不倫嫌だし。俺は。俺はノンタンが不倫してるなんて、一言も疑ったことすらないの。そんな話題出したこともないの。そう。そんなのありえないから。うん。ワドツー聞いてたよ。みんな心の闇持ってるからね。でもそれが現実だから逃げるわけにいかない。うん。だけど俺は向き合いたいのね、そこと。そういうのを、要は痛みがないからそういうダウン症だろうとか言えるんだけど、本当にダウン症で苦しんでる人たちとかを間近で見てるし、その人たちの心の痛みは分からなくて、そういう人間がそういう風に傷つけてるっていうのをさ、知ってもらいたいんだよ。うん。だから、俺はそこから話題で逃げたくないんだよね。風船5個ありがとう。結婚なんて権威者を作り上げたシステムに過ぎ。それはね、俺ね、全く同意見だね。そう、結婚とは何なのかって言った時に、結婚って面白くて、政府に届けを出すじゃん。
結婚って何を縛ってる法律かっていうと、相続をするのと扶養義務だけなんだよ。要は、この夫婦っていうのは結婚するって戸籍上登録されるんだけど、愛し合わなければいけないとかそういうことを縛ってるわけじゃなくて、どちらかが怪我したりとか寝たきりになったら、片方の人がずっと面倒を見なければいけないっていうのと、死んだ場合っていうのはその遺産をその人に渡すよっていうだけを縛ってる仕組みなの。そう。それそうだよね。民法でさ、そのいろんな恋愛観っていうのをさ、別に民間の中でさ、勝手にやっていいわけだから。そう。離婚で子供の心傷つけるかな。俺はね、だから離婚が子供のことを傷つけたんじゃなくて、離婚をして、その残された家庭の残された母親の方の心が壊れて、そっから俺は被害を受けたから、間接的には被害を受けたけど、離婚が原因じゃないとも思ってるよ。本当にだって離婚しても立派に子供育ててる人いっぱい見てるから、リスナーさんでもいるし。私離婚したけど子供のこと愛しててって、和道の放送見ながらご飯作ってるよって。だから朝和道の放送嬉しいよって言ってくれる人もいるから、別にそれは離婚だけが理由じゃないと思ってんの。離婚も大きな理由だけど。寝る犬さん、初見さんいらっしゃい。ありがとう。ああ、いや別にすごくはないけど。不倫美化してなくない？みみさん。俺美化した？俺は不倫がいいことか悪いことかわからないって言ってるだけだよ。うん。子供たちと私だけでいるとき幸せだなって感じたの。旦那と離婚して子供3人で行きたい。ああ。離婚で子供の心、俺別に不倫はいいことだとかそんなこと言ってないよ、一言も。うん。前の奥さん最悪だった。まあでもさ、俺の母親がその奥さんではないしさ。うん。だから別にいいんじゃん。俺はその彼女、俺の母親が、彼女が別に幸せならそれでいいと思ってるから。ただもう関わる気はないっていうだけ。じゃあ私が子供にいつもキラキラしてたら子供の心傷つけずに済むかな？だと思うよ。やっぱりその子供って宝物だと思うし、俺は女性のすごいところっていうのはさ、一個の生命体に二つの命を宿せるって女性しかできないんだよ。でしょ？男からすると奇跡なんだよ。お腹の中にもう一個の命宿せるんだよ。もう二個かもしれないし。で、お腹痛めて産むわけじゃん。男って出産の時死んじゃうんだよ、痛みで。それくらい、その自分の命と引き換えに産むわけじゃん。よくね、努力って言葉が俺嫌いってよく言うけど、努力ってなんで嫌いかっていうと、努力って出産のことを指す言葉なの。出産って昔命がけだったんだよ。女の股力ってあれ、出産のことでしょ。だから努力っていうのは本当に死ぬ思いをして初めて努力なんだよ。違うごめんね、まーさんって人に美化しないでほしい。あ、そういうことか。それは、俺の放送リプ OK だから、リプで飛ばしてね。うん。リプで飛ばして。うん。この人に発言してるよって感じで。うん。そうそう、まーが、その、まあが今やってるやつで。それは苦痛でやり合ってほしい。俺に言ってんのかなってどうしても思っちゃうからさ、ミミさん。だから、ミミさんが子供のこと好きならそれでいいんだよ。子供は絶対忘れないから、愛されたら。そう、よくしてくれたり、お弁当毎日作ってくれたりとか、そういうことっていうのは一生の宝になるから。それはお母さんしか作れないんだよ。まあお父さんも作れると思うけど、専業主婦で。それは男女関係ないと思うけど、家族しか作れないんだよ。私も小さい頃、自分の父親の浮気でお母さん泣いてるの見たり、現場見たら本当に浮気や不倫は許せない。うん、でもその価値観でいいと思うよ。うん。新しいフォロワーさん、寝る犬さんフォローありがとう。うん。寝る犬さん100個ありがとうね、風船ね。ありがとう、支援してくれて。だから、なんだろう、その、やっぱりね、その、優しい人間に、優しい人間と俺痛みを知ってる人間だと思うの。その、殴られた痛みとかさ、いじめられた痛みとかさ、病気を抱えた痛みとかさ、痛みを分かってたら人に優しくすることってできるんだよ。なんか、人より強くなることっていうのは鍛えたりとか、しないといけないかもしんないけど、
本当の強さってやっぱ優しさだと思うよ、人間の本質って。なんかこう、いい生き方してたら、キラキラした生き方になるし、周りの人が良くなってくるんだよ、どんどん。キラキラした人が周りについてくるんだよ。そう。人生ってさ、そんないいことばっかりじゃないかもしれないけど、それを乗り越えた人間ってね、やっぱね、本当の喜びとかね、本当の楽しみみたいなものをやっぱ見出せる人間だと思うの。だってその辛いことから逃げなかったんだもん。辛いことを乗り越えてきたんだもん。パワーはあるわけじゃん。そのパワーをどこに向けるかでしょ。そのパワーを持ってるってことは人を傷つけることもできるし、人を幸せにすることもできるのよ。だったら人を幸せにした方が絶対いいじゃん。幸せを作る方の方が難しいよ。人の喜びを作ったり、人の幸せを作ったりとか、笑いを作ったりとか。人のことを怒らせたりとか、その人のことを蔑んだりする人間なんて小学生でもできるからね。猿じゃねえんだから。俺はそう思うよ。正直。だから、その足の引っ張り合いをする人間とは関わりたくない。なんかみんなで助け合おうとかさ、みんなで飯食ってご飯美味しいねだけでいいよ。楽しいねって。辛いこともいっぱいあるけど楽しいよねって。生きててよかったねって。人の一生なんてさ、たかが知れてるんだよ。本当に。100年も生きらんないわけよ。できることなんか限られてるわけよ。そう。1000年後、誰かが覚えてるかってさ、覚えてねえぞ。ちゃんと生きないと。1000年先のさ、人類に貢献できる人間なんてさ、ほんの一握りじゃん。だから目の前の人一人さ、幸せにできる力があったら、俺生まれてきた意味があると思ってるよ。それだけで。誰か一人の人生ひっくり返したりさ、誰か人、一人、たった一人でいいから、この世の中に生まれている誰かの苦しみを取り除ける人間がいたら、俺はそいつが生きた意味はそこにあると思うよ。そいつがまた同じことできるかも。そう、容疑者は、フォックス、ほんとそう思うよね。だからさ、大きなことやろうじゃなくてさ、目の前にいる人とか身近な人を大事にできるやつが俺は好きなの。そう。些細なことでもいいんだって、別に。手作り1個のクッキー渡すとかさ、なんか面白い冗談言えるとかさ、なんでもいいんだよ。暇を潰せるとかさ、将棋をやる人だったら将棋を指す仲間がいるとかさ、そんなに難しいことじゃないと思うんだよな。だけど、そこにはね、礼儀とか配慮みたいなのが必要だと思ってて、俺は日本人の一番素晴らしい文化って思いやり。だと思ってるの。相手の心を察するっていうか、相手が言わなくても相手のことを常に思ってるっていうかさ、そういう、なんか、日本人の良かったところが奥手になっちゃって、その、察しすぎて何やっていいかわかんないみたいな風になっちゃってるけど、なんか、日本人のその、良かった部分がね、今悪くなっちゃってるけど、バランスよくさ、行動できるようになったら、素敵だと思うよ。日本人はほんと世界で一番素敵な民族だと思ってるから。お兄さんが言ってること良いことだね。いいことかどうかわかんないよ。俺だってさ、悪いこといっぱいしてきたしさ、間違ったこといっぱいしてきてるよ。ほんと。とてもじゃないけどさ、人様に向かってさ、その、俺は偉いだろうとか、俺は人格者だろうなんて一つも思ってなくて、本当に迷惑かけてきたし、本当に、その、なんつうんだろうな、その許されないことも俺自身もやってきたし、やってきたっていうか、その後悔っつうか、なんだろう、反省だね。後悔はしてないけど、あ、これは変えていかないとなって思うこといっぱいあったし、俺もいっぱい悩んで今まで生きてきてさ、で、それが人間の本質だと思ってんのよ。やっぱ、なんだろう、じゃないと、周りに人がいなくなっちゃうよ。一人で生きていけないんだから。国外に出て感じた。だって生まれただけで奇跡なんだぜ。
宝くじが連続で何十回当たるとかいう確率とかでしょ？人間一人が生まれるってほんと奇跡なんだから。で、生まれるだけでも奇跡なのに、この世の中にさ、こう、同じ時間軸で生きて、こうやってすれ違うだけでも、とんでもない奇跡の確率だってわかるでしょ？地球上にある砂の数よりさ、宇宙にある星の数の方が多いわけよ。で、その中に地球って言うと同じ時間で人間、この和道っていう個体ができてって、みんなっていう個体ができてさ、すれ違ってるだけでほんと奇跡なのに、何を足を引っ張り合う必要があるんだろうって。くだらないよ、ほんとに。くだらない。楽しむために生まれてきたんだから。別に強い人間なんて腐るほどいるし、足の速い人間だって腐るほどいるし、歌が上手いやつも腐るほどいるし、顔がいいやつも腐るほどいるんだよ。もう上見ても下見てもきりねえよ。そうじゃなくてさ、自分のやりたいことをとかさ、自分が喜びを感じることを見つけて前向いて生きてけばいいんじゃねえって。そう、俺の方がすげえとか、あいつの方が下だとかってさ、そんなのさ、優越感だったり絶望感だったりを繰り返してるだけでさ、お前がやることはお前が目指してることに向かって走ることだろうっていう。俺はそういうのが好きだな。誰かと争うんじゃなくて戦うのは常に自分。シロさんフォローありがとう。だって今日だってさ、ガチッチがさ、横浜から来てくれてさ、スパーリングやってくれたわけよ。だってありがたくない？だって、ねえ、タイガーマスクからしたらさ、何のメリットもないよ。でしょ？お金もらえるわけでもない、仕事ができるわけでもないけどさ、それってさ、すごいじゃん。ちょっと盛り上げてくれよ、つって。ねえ、ガタいいしさ、やっぱ、絵面的に映えるし、俺絶対さ、タイガーマスクのキャラ受けると思うからって思ってさ、ちょっと来てよって言ったらさ、あ、いいよっつって来てくれてさ、遠くからわざわざ、片道1時間半ぐらいかけてさ、匠さんだって、今ね、こうやって放送ね、100何人見てくれて、みんな、バドのこと応援してくれてるから、カメラアングルいい方がいいから、俺カメラマンやろうかっつって横浜から来てくれてんだよ。そんな青春ドラマみたいに社会は単純じゃないのよ。単純じゃなくしてるのは人間だと思ってて、小難しく考える必要ないと思ってる俺は。で、昭和にあったドラマ、なんかこう、金八先生であったりとか、一つ屋根の下とか、家なき子とか、いろんな熱いドラマがあって、で、俺はそういう生き方してる人たちが好きだから、別に社会はそんな単純じゃないって言うんだったら、俺は別にそう考えてる人がそう思ってるだけであって、俺は別になんか一生懸命生きてる人が好きだって言ってるだけだよ。そんな単純じゃないのはみんなわかってると思うよ。でも単純じゃないからこそ単純な物事に喜びを見出さないとダメなんじゃないかな。どうなんだろう。俺は本気でそう思ってるけど。新しいフォロワーさん、トリガラさんフォローありがとう。抜け作さん、ワド2。そんなことないよ。ワドにいろんなことを教わった恩義。俺から何を教わったの？ 何？わ かんないけど。でも、好きだよ。そうやって、なんか、かっこいいなと思って、来てよって言って、あ、行く行くっていう、その二言の感じってすごい俺好きなの。それが、かっこいいよね。なんか、その二言って男らしいじゃん、なんか。いやー、今日行けねえわ、とかさ。あ、行く行くとかさ。シンプルなのがすごい好きで。なんか、理屈こねたくないんだよね、なんか。あ、俺、どうだから行かないとか、こうだから行かないじゃなくて。別に行きたくなかったら行かないし、気分が乗ったら行くし、みたいなさ、シンプルな関係ってすごいいいじゃん。一世一世の恩返し。結構硬いかんね、正義の味方で、ね。ガチッチはね、結構ね、結構真面目なんだよ。真面目だしね、結構ね、なんつうんだろうな。可愛いんだよ。今日は感傷的になったね、ワード。トレーニングの話に戻らない。トレーニングの話に戻るとしたら、実践とね、練習っていうのがいかに違うかっていう。戻ろうか。青字ありがとう。なんか思ったのが、その、シャドウとかやってて、その、ストレートも一瞬、ね、一番最初より良くなったし、ストレートも、まあ、まだまだダメだよ。本当に100%のプロのパンチからしたら5%もいってなくて、2%ぐらい？やっと、
その、なんつうんだろう、1.1% かな、その、まあ、それっぽくなってきたねっていうさ、シャドウとか練習、ドレさんが一生懸命教えてくれて、で、やってたわけじゃん。でもさ、相手がいないわけよ。で、戦ったこともないわけよ。喧嘩は多少したこともあるかもしれないけど、その、ね、その喧嘩なんてさ、男の子が人生で3回くらいでしょ？多分やるのって若い時に。で、それくらいしかない中で、相手を倒すぞっていうさ、構えた時にさ、やっぱ全然違うんだよ。その、シュッとかやってるけどさ、その、シュなんて言って当たらねえんだよ。当たらねえつうか、当たる気がしないっていうのかさ、やっぱ殴ってるとか当ててる感覚を常に持ってる人からする、ファイターとかからするとさ、練習通り動くよ。練習がダメだって言ってるわけじゃないの。その、イメージと現実、その、シャドーボクシングってイメージだから、全部。体をこう動かしたらっていう。で、これやらないといけないんだけど、これを実践で動かさないといけないわけじゃん、その通りに。それができなくて情けないよね。どれ深夜食堂さんっていう人にコーチをつけてもらってるのよ。もしよかったらカタカナでどれの深夜食堂って検索してみて。どれの深夜食堂さん。夜中に放送してるから。その人が、格闘技20年やってて、で、その人に教えてもらってるのね。全部を。だけど、まあ、その、なんつーの。心と体が全く一致しないし、殴られたこともそんなないわけだから、バーンって、軽いパンチを手加減してくれてるから、そのタイガーマスクはね。で、バーンって殴られてもさ、その、首がガキガキって言うわけよ。とか、その、なんつーの、もう全然、覚えてないわけよ。その、もう苦しいし動き回ってるから、はぁ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 言ってるし、疲れてるところにさ、ガードが下がってきて、ボーンってやるから、ボーンって、その、体勢崩れてバランス悪いからぶっ倒れちゃうわけよ。で、あーみたいな。休め休めって聞こえるなって、10秒でいいって、7秒ぐらい休んでろっつって、あ、休んでよとかさ。で、向かってきたら右とか聞こえるんだけど、わかんねえわかんねえみたいな。パニックになってて。もうとりあえず、わーみたいな。当たれーみたいな。情けないよ、ほんとに。そう。わーん、どうにでもなれ、みたいなさ。ストリートも、そうなの？わかんないけど、でもさ、3ヶ月間もう練習するしかないわけじゃん。だからいい経験になったよ。これ本番だったらもう大恥かいてたよ。テルチャンピンにボッコボコにされてたろうね。いや、上がってた今日。シャドウの時は結構下がってたらしいんだけど、もうね、正義の味方からするとね、対面したらね、顎がら空きなんだよ、もう。ポーンつって、おい、空いてるぞみたいな感じで、教えてくれてんのよ。で、軽く、おい、空いてるぞっていう感じので、もうね、吹っ飛んじゃうの、俺。ボーンって。だから今でもね、もう体中痛いんだよ。首は痛いし、顎痛いし、足も痛いしさ。いろいろ痛いんだけど、楽しいよ。あ、面白い、面白い。そう。で、全然効かねえの。そのさ、練習してさ、シュッシュッとか言ってさ、おい、いいパンチだとか思ってるわけじゃん。動画見て、自分の。うわ、俺も様になってきたぜ、なんて思ってたらさ、当たらねえしさ。この野郎っつって、もう全然効かねえの。ピクリとも動かねえの。しまいにはマウント取られちゃうしね。うん。参ったよ、ほんとに。まあでもね、何がいいかなと思ってるのは、まあ、ドレさんはヘビー級だし、80キロぐらいなのかな、ドレさんが。75キロとかな、試合時。で、ガチッチは100何キロ ?102 キロっつってた。そう。でさ、ドレさんとか、その、タイガーマスクのパンチを受けてる、正義の味方のパンチを受けてるっていうのは、その、やっぱり、そう、怖いし、痛いけど、手加減してくれてるんだけど、重いわけよ、俺からすると。だけど、その、いざ試合本番になった時、楽になるだろうなっていうのは感じる。だって、絶対にテルチャンピンの方がパンチ軽いんだもん。その分素早いと思うし、反射神経もいいと思うんだけど、その、いい人たちに、なんか、その、トレーニングしてもらってるから、なんか、いいよ。うん。ウェイト全然違うし。でもね、正義の味方は喧嘩慣れしてるし、ドレさんはさ、20年のファイターでさ、もう、なんつうの、ものすごい速い、ヘビー級なのにとんでもない速さのパンチ打つわけじゃん。タイプが全然違くてさ、だけど、すごいなんかみんな一生懸命教えてくれんの。うん、ガチッチがね、放送には載ってなかったんだけど、
バレたと思ったのが、なんか2発3発は、最初の頃2発3発は本当にボーンってカウンターでもらってるから吹っ飛んでダウンしたんだけど、後半ね、ダウン癖みたいなのがついてて、もう当たったらね、ちょっと倒れちゃうみたいな癖がついてった時に、ガチッチがそれ見抜いて、おい聞いてねえだろっつって、笑いながら、おい聞いてねえだろっつって、立てっつって。何がテンカウントだこの野郎みたいな感じで、おい聞いてねえだろワード立てっつって。バレたって思ったよね。もう腕上がんねえんだよ、こっちはと思って。休ませろやと思って。和藤さん太ったら有利じゃない？あ、それでね、実はね、65キロだった体重がね、今ね、78キロまで増えてます。増量してますよ。体重宣言ないんで。今僕78キロです。身長はテルチャンピンと変わらない。うん。やっぱ見抜かれたね。そりゃそうだよね。当たってる本人ね、かすってるパンチとかどうか分かってんのもんね。お前聞いてねえだろ、立てっつって。バレた。後半のね、2回ぐらいサボったダウンがあったんだよ。そう。かすっただけなのに、うわっつって。倒れとこうと思って。休ませてもらおうと思ったけど。ダメだよ。ダメなのかと思って。そう、ズルがバレた。うん。そうそうそう、ドラマのね、深夜食堂が好きな人が、その、ドレ深夜食堂さんの元の、そうそうそう。それが好きだったらしいよ、ドレさんは。うん。いやー、ウケるよな、ほんとに。まあでも試合どうなるんだろうね。うん。ボコボコにされるんだろうね、俺。テルチャンピンに。テルチャンピンにどんな心境なのか聞いてみたいよね、今。何を考えて寝てるんだろう、今。うるせえわ。誰がパンチの不正受給だもん。うまいこと言ってんじゃんよ。うん。でもまあ、なんか、あれだよね。なんか、かっこいい試合したいよね。かっこいい試合したいよね。だってさ、やっぱさ、リングに立つってさ、なんか憧れじゃん、男の子の。リングに立って試合するなんて経験さ、させてもらえないわけだけど、運が良くてさ、それができるわけよ。で、人生に一回あるかないかのチャンスだから、俺は楽しみたいね。300人さ、集まってる人の前でさ、殴り合いができるなんてさ、機会を設けてもらってるわけだから、弁償太郎さんには本当に感謝してますよ。なんか、いい経験をさせてもらうっていうか、リングに立つなんて思ってなかったもんな、自分で。面白いね。生の試合やるといろんなことがあるから面白い、本当に。あと何席残ってんだろう。8席、16、32席ぐらいしかないんだ、あと。60数席しかないわ。弁償太郎さんはね、ポンスケっていう人とやるよ。ポンスケ。あと60席で満員だから、もうこれ確実に売れちゃうね。1分でもう完売したって言うから。すごいよな。これは楽しみだよ。うん。すごいよ。バーって一瞬で売れたらしいよ。うん。弁償さんの手持ちのチケットは全部完売したって。開始1分で。であとは、E プラスっていう一般販売と、チケットピア、ローソンのチケットピアか、の2つで販売。でもさ、ドレさんの裏は貼って貼って、全然。そんな、ドレさんはだって俺の、あれだもん、コーチだもん。当たり前じゃないですか。他の配信者に関係ない人が貼られたらムカつくけどさ、いきなり。うん、貼って貼って。俺はドレさん大好きだから。でもドレさんがさ、コーチでよかったよね。俺ね、ドレさんの放送ちょいちょい見てたんだけど、熱いおっちゃんだなぁと思って。そう。ねえ、どういうタイミングで絡むかみたいなのをすごく大切にしてたの、ドルさん。みんなフォローしてね。これ、カズレーザーさんが、ドルさんの貼ってくれたからフォローして。うん。お世話になってる人だから。面白いよ、雑談も。うん。ドルさん熱い親父だよ。うん。で、
ありがとね、カズレーザーさん。いや、こちらこそありがとう。気使ってくれて。本当は俺が貼らないといけないんだけどね。ビギラゴンさんだ。お、バカプレゼントありがとう。ビギラゴンさんいらっしゃい。で、なんか、こう、難しいんだよ。やっぱ年上の人の配信者って、絡み方ってすごくタイミングが難しいの。で、なんか、電話とかでコラボトツコとかで終わらせる関係じゃなくて、もし出会ったなら、なんか、こう、面白い絡み方したい人だなっていう風に思ってて、俺は実はドレさん、そういう配信者って何人かいるのよ。この人とはこういう絡み方したいな、いい関係築きたいなっていうのがあって、で、俺この格闘技の、便所さんの決まった時に、あ、ドレさんに教わろうって決めて、DM を送らせてもらって、ドレさんに教わりたいんですけど、ドレさんお願いできませんかって言ったら、もう、それもやっぱ一言で、いいよって、やろうよって言ってくれて、そう。なぜか和道じゃなくてね、高光くんやろうって言ってくれて、なんで俺高光って呼ばれてんだろうと思って、それが面白かったんだけど、意外と、なんか、コアな名前知ってるなと思って、高光くんやろうよって言って、本名で呼んでくれてさ、よかった。あとはな、やっぱ走り込みだね。旅始まったら、シャドーボクシングとあれだよ。っていうか俺さ、ちょっと考えてんだけどさ、旅配信で福島通るじゃん。ちょっとさ、直拓さんにお願いしてさ、ヒカルくんとスパー何回かやらせてもらおうかなと思ってんだけど、どう思う？千葉、茨城行って。で、茨城の上が福島？合ってる？茨城の上福島だよね。違ったっけ？ん？千葉、茨城、福島？合ってる？ん？合ってたっけ？合ってるよね。で、なんつうの？ヒカルくん強いからめっちゃ。ヒカルくんと何回か、何日かさ、その一週間とかいないけど。そこでトレーニングつけてもらえないかなと思って。それだったら、スケジュール的にも間に合うし。合ってる？そう。ヒカルくんも友達だしさ。まあ、仮想配信者だからダメって言われたら終わりだけど。ちょっと頭下げてみようかなとは思ってる。まだ話してないけどね。旅始まって近くなったら、何日頃に着くんですけど、もしよかったら、配信コラボさせてもらえませんかって言ってみる。暑いよ。ドレさんは、ドレさんのファン結構多いんだよ。なんかね、ドレさんね、なんか知んないけど、なんつうの、ちょっと配信でね、モテないキャラみたいなの演じる時あるんだけどさ、ドレさん普通にイケメンだしモテると思わない？なんかね、俺ね、あー、これ言うと、これね、コーチつけてもらって言うのはあれなんだけど、ね、ドレさん結構ね、女の趣味悪い。俺さ、飯食ってて、ドレさんが本気でね、いや、ツバニャンほどの美人が、とか、いや、本気なんだよ、これ。オフレコだから、カメラ回ってない時に、いや、ツバニャンクラスの女はなかなかいないからね、って。あれは美人すぎるんだよ、みたいなことを言うんだよ。で、いや、和道もそう思うでしょみたいな感じなんだけど、もう絶対ここは乗れないと思って。ここだけは、合図中打てないとか、思って。いや、まあ、って。まあ、タイプはいろいろありますよね、とか言ったりするんだけど、いや、彼女はね、多分ね、女性からの嫉妬が多いんだと思うんだよな、とかいろいろ言ってんだよ。ブス戦だよブス戦ですよ、ドレさん。ドレさんね、絶対、好きだって言ってる人もいるんだよ。このおじさんかっこいいみたいな。このおじさん素敵って言われてんだよ。本当に。で、絶対モテるんだよ。あの人ね、なんかね、結構、すっとんきょうなところあるっていうか、なんかね、ちょっと不思議なキャラなんだよね。ドレさん絶対モテるのになぁと思って。あれ、なんなんだろう、演じてるのかな。そこがね、まだ探ってるんだよね。今までモテてきた、ああ、そのパターンかもね。あ、わかるかも。なんかね、なんか別に女に困るタイプじゃないのにっていう。アイスさんいらっしゃい。お久しぶり。アイスさん。ニコ生時代ですかね。はい、いらっしゃい。楽しい。ああ、ありがとう。ハートありがとう。だからね、なんかね、
なんだろうと思うんだよね。絶対モテるはずなのにっていう。あれでも、あれだよ。大会で知名度ブワーって上がるじゃん。女リスナーガッて増えると思うよ、俺。ドルさん。多分、あれだよ、モッテモテになるよ。そう思わない？え、あれだよね、正義の味方。普通にかっこいいよね。なんか、顔立ちとかもさ、なんか、なんつうの、彫りが深いっていうか、なんつうんだろう。目鼻立ちがパチッとしててさ、で、ねえ、ファイターでさ、で、スーツとかも着こなすんだぜ。シュッと。胸板もバッと熱くて。だからね、なんかね、女の趣味が悪いんだと思ってる、俺。美形だよね。そう、絵になるんだよ。わざと外道に見せて本当は紳士なんだよね。わかんないの。それがネタなのかキャラなのかよくわかんないけど、なんか飯食ってる感じではこれマジで言ってるぞと思って。俺別に妻にはさ、別にどうもないけど、別に。そんな言うほどなんか絶世の美女みたいな言い方するから、妻にゃんを。なんか、なんつうんだろう。妻にゃんも顔立ちバッとはっきりしてるじゃん。なんかこう、なんつうの、こう目鼻立ちが、よく言えば目鼻立ちがはっきりしてて、くっきりしてるというか。で、悪く言うとただのゴリラっていうか。なんだろうね。コミュ障なのかな？いや、俺謎なんだよね、そこだけ。本当に謎、タメ子さん。俺絶対あの人モテると思うんだけど。俺だって、ドレさんのフェイスと、あの肉体があったら、絶対なんか女の子口説ける自信あるもん。紳士なのかな？奥手なのかな？なんかね、そこがね、ギャップが可愛いんだよね。キャラなのかわかんないけど、本当はね、女の人いるのかなとか思ったりとか。その辺はまあね、探り探り、なんかネタを拾ってこうと思ってね。探ってるところなんだよ。俺が配信者としてドレさんにこう、ジャブ打ってるんだよね。こう、シュシュ、ネタくれ。まだストレート出さないって。ドレさん配信者としてはまだね、こう、脇が甘いところあるから。いつか爆弾どかしてやろうって言って。俺の右ストレート、配信者としての重たい右ストレート。行くぜっつって。いやー、面白いですよ。じゃあ、そろそろ寝ます。皆さん、お疲れ様です。明日はね、ランニングとまたシャドーボクシングの練習をしていきたいと思います。最後に、アイテム、くれた人を紹介して終わりにしたいと思います。みんな応援してくれ、ありがとう。まず、花火をしてくれた人。銀猫さん、花火ありがとう。ねる犬さん、花火ありがとう。銀猫さんから、6個のパフェありがとうございます。ハート、アイスさんから、ハートいただきました。バーガーいただいたのは、ベギラゴンさん。ブロリーさんが3つくれました。ありがとう。ハート110個ですね。ハート100個くれたの、ねる犬さん。みつさん、ハート5個ありがとう。ちゃまじろう、ハートありがとう。ゴルゴ、ハート2個ありがとう。専務さん、ハートありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。頑張ります。配信業も頑張っていくんで、よろしくお願いします。で、じゃあ皆さんおやすみなさい。また明日。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。